株式会社インタースペースの代表をしております川端でございます。本日は簡単ではございますが当社のご紹介をできればと考えております。よろしくお願いいたします。まずはじめに会社紹介でございますが、1999年に設立し17年目を迎えた企業でございます。2006年に東証マザーズに上場いたしまして、今年でちょうど10年目を迎えました。事業は大きく2つ展開しておりまして、1つ目は主力事業であるアフィリエイトサービスアクセストレードを主軸としたインターネット広告事業、2つ目は日本最大級のママ向けコミュニティサイトママスタジアムを中心としたメディア運営事業でございます。ここ数年は海外展開を活発化させ、東南アジアを中心に現在日本を含め6カ国で事業展開を行っております。業績につきましては皆様のご支援のおかげで順調に推移しており、上場した2006年の売上高31億円から今期2016年9月期の業績予想は224億円と約7倍にまで成長しております。当社が属するインターネット広告の市場環境についてですが、過去の広告手法であった4マスといわれる新聞、雑誌、テレビ、ラジオに対してインターネット広告は大きくシェアを伸ばしており、2015年は1兆1594億円、日本の広告費の約 19% をインターネット広告が占めている状況です。その規模はテレビに次ぐ第2位の市場規模まで伸びております。当社が展開するアフィリエイト広告においては1600億の市場規模となっており、その成長率は年約 10% の成長スピードで拡大しております。今後も継続的な成長が見込まれると当社は予測をしております。当社の売上の 95% の比率を占めるのがインターネット広告事業でございます。2001年よりサービスを開始したアフィリエイトサービスアクセストレードといういわゆる成果報酬型広告と呼ばれるサービスを主軸として展開しております。一言でサービスをご説明いたしますと、当社のクライアントである広告主が広告を出すことで得たい成果が発生することに対して広告費が発生するモデルでございます。当社がネットワーク化する約45万ものウェブサイト上に広告を掲載することで成果を獲得することができます。成果に応じて広告費が発生しますので、広告主にとっても非常に費用対効果の高い広告配信が可能となり、利用者からはたくさんの支持をいただいております。サービスを例えて申しますと、ネットショップの会社様の商品案内ページへの広告を当社が持つネットワークのウェブサイト上に掲載し、ユーザーが商品を購入した時点で成果が発生し広告費をご請求するといったサービスです。またこれは当社独自のサービスでございますが、リアル店舗を使ったアフィリエイトサービス、ストアフロントアフィリエイトというサービスも注力して展開しております。主にスマートフォンコンテンツを提供する企業様、例えば音楽配信サービスなどのユーザー獲得を提携している全国約1万店舗の携帯ショップでスマートフォンを販売する際にスタッフが対面接客で説明し成果を得るモデルです。今後も利用者へ高い価値を提供できる広告サービスを展開していきたいと考えております。
メディア運営事業に関しては売上の構成比は高くないですが、自社開発自社運営による非常に利益率が高いビジネスであることが特徴です。特に主力のママスタジアムでございますが、ママ向けに育児に役立つさまざまな情報を配信し、悩みや相談したいことを書き込むことが可能な育児支援のコミュニティサイトでございます。月間ユニークユーザー数は500万人を超えており、ママ向けのウェブサイトでは日本最大級のメディアとなっております。またママスタジアム以外にもスマートフォン向けに女性向け健康管理、幼児向けチークなど昨今注目を集めているジャンルに対してアプリの提供を行っております。自社で開発することで低コスト事業展開をすることが可能であり、継続的な売上収益が見込めます。インターネット広告事業ともシナジーが見込めるメディア運営を今後も積極的に展開したいと考えております。当社の海外展開についてですが、2012年に中国上海に現地法人を設立した後、ここ数年著しく成長している東南アジアマーケットに注目し、インドネシア、タイ、ベトナム、シンガポールにそれぞれ子会社を設立し、海外向けアフィリエイトサービス、アクセストレードの展開を進めております。特にインドネシア、タイ、ベトナムのインターネット市場はまだ発展途上ではございますが、スマートフォン端末の普及とインターネット利用を背景に飛躍的に成長しています。今後も各国の成長などを勘案し、当社のサービスを世界中に広げていきたいと考えております。インターネット産業は変化がとても激しい市場環境ではございますが、成長は今後も加速していくものであると期待しております。当社は今後も事業の成長スピードをさらに加速させ、企業価値の最大化に取り組んでまいります。まだまだインターネット産業も当社も成長過程でございますので、皆様のご支援をいただきながら規模を拡大していきたいと思います。今後もご支援のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。